チョス、大人になってから将棋を始めて10秒ご覧になりました。チョスです。今日は中飛車左穴熊破りを解説します。中飛車左穴熊って、じっくりした展開になると気がついたら勝ち目がないなんてことが多いです。漫然と組み合うと必ず作戦負けになると言っても過言じゃないですね。序盤から細かく相手を揺さぶって、中飛車左穴熊の言い分を通さない指し手っていうのが重要になってくるわけです。これだけで OK みたいな、マルチに使える形を解説していきたいと思います。ではまず中飛車左穴熊のポイント解説していきたいと思います。まず一つ目、4枚穴熊に組ませない。穴熊っていうのはくっついてる金銀の枚数で硬さが決まると、言っても過言ではないんですけども、なので4枚穴熊に組ませない工夫を、していく必要があります。逆に言うと2枚穴熊っていうのは結構ペライ、囲いなので気にしない。で3枚穴熊の時は、4枚ミノを作って硬さ勝ちするのと同時に金銀の1枚を浮き駒にさせれば、それだけでね結構戦っていけたりするので、まあ、そういう展開を目指していくという感じです。ポイント2、飛車先を切らない。こちらの三間飛車側のね、飛車先つくと銀上がられたりとかして、こうやって同銀って出てくるんですけれども、相手がね手順に銀が3段目で進出できて、手厚い形になってくるんですよね。7、6飛車も割と浮きにくくなってきます。なので、こちらは飛車先は切らないと。3、5、6歩からの回線を覚える。この戦型は、こちらからね5、6歩突き返し同歩に角成りみたいな展開が随所に出てきます。でこの筋をまあ狙って相手が穴熊を組み切る前に相手陣を破壊していければなと思います。では具体的な手順やっていきましょう。今日の基本図はこちらです。はい、基本図までの解説やっていきたいと思います。角道を開けられたら、銀を上がるということくらいですね。まあ、基本的にはこの5号符っていうのはついてこないので、まあ、このままゆっくりした展開になることが多いんですけれども、まあ、もしついてきたとしても2号符と取っておいて、角成りには同飛車、飛車走りには、玉上がっておいて問題ないです。向こう側ね実はこのここに角を打つ手が残っていて、もうこの時点でちょっとすでに指しにくくなってるんですよね。なので穴熊に組みに行く場合はこうやってゆっくりね囲っていくような展開になります。はい、で以下こうやって組み合いまして、美濃囲いに組むと、ここまでがまあ基本図ですね。でこの美濃囲いは非常にコンパクトで硬い形ですし、一段金の形でね飛車角交換に強い格好になるので、この形でさばきを狙っていったり、また持久戦の時にはこう金上がって銀引くみたいな感じ、硬い美濃に囲うことができます。あともう一つ注意しなきゃいけばいけないのは、飛車を浮いたらこっちも飛車を浮く、これ飛車浮かないとこっちに飛車回られてここ浮けづらくなっちゃうんで、それだけ注意しましょう。それではまず一直線に穴熊に組んできた場合はどうなるのか解説していきましょう。まあ飛車浮くところまでは一緒なんですが、ここでですね11玉と入ったケース、この時いきなり、仕掛けが成立します。7四飛車と揺さぶって飛車をこう浮いて受けてきた場合、5四歩と突き返しまして、これ同歩ですと飛車取りと、角成りが受からないんですね。こちらに逃げると6七になって、桂と金の両取りになります。で5三に行くケースですとこちらになって金取りになりますので、この金取りを受けます。そうするとこの馬で、垂れ歩を払って十分なケースになります。次に3、4馬厳しいですね。はい、でなのでここの金に紐をつけようとして一番奥深くまで引いた場合は、6七になりまして、この桂取りをこうやって受けますと3、4の歩を取っておいて3、3馬から2枚外の筋がありますね。でこれを受けると、5、4の歩を取ってこちらが優勢と、5、6に同歩ですと潰れてしまうので8八銀としまって穴熊のハッチを閉じて、次に同歩をね狙っていきます。ただまあここで、5五歩を取り込みまして、で角交換をして、で2二角を消すために3一金を寄っておくと、これで、将棋としては十分になります。まあここの歩を取られるんですけれども、桂馬を一度跳ねておいて、でこの局面を迎えるとですね相手の陣は低い陣形に見えて実はかなり隙のある格好でどの駒も動かしづらいですよね。例えば、銀を上がると2八角の隙がありますし、金を上がるとここに角が出ますね。でこちらの金を寄ると5三角で両取り、なので5三の隙を消そうと、5二歩と打った場合は、5四角なんていう手もあります。また5筋にじっと戻ってきた場合は今度は4五角でこの2つの歩が両取りになって、厳しいということになりますね。はい、でこの形飛車を浮いてた場合を検討してみましょう。飛車を浮いてた場合でも、すぐに強者を上がってきた場合は、まあ、例えば端歩ついておいて帰ったらすぐに歩を突くっていうのは同じく成立します。で同歩の時は角が振って同じく角打つんですけど、
で5一飛車でも6七角成となっておいて、でこの金をねこう受けた時に、で金上がられた時に3四馬がね先手にならないんですよ。この飛車がね左側にいるので、なので金をちぎって、飛車を回る筋になることに注意してください。金交換の駒損なんですけど、次にまあこの飛車筋がちょっと止めづらいということでね、それでこちらが少しいいのかなというふうに思います。まあ以下、そうですね、まあ例えばこういう手でしたら5八に金とか打っておいて飛車が死んで、まあこれでよしと。はい、では戻りまして、いきなり香上がりというのはかなり無謀だったということで、一旦金を上がりまして、で3八銀と上がって角交換に強い格好をしました。まあ、この場合はこちらはこの3八銀に満足して持久戦にしていくようなイメージになります。これなぜ3八銀にね満足しているのかということなんですけれども、でこの3八銀と上がった形は穴熊にものすごくくっつけづらくなっているんですね。これ4八銀との大きな違い、4八銀だと、5七に上がって6八に引くとか6六に上がるとかいうことができるんですけれども、この形ですとこう引いてこう上がってこう引いてもあんまりいいところにくっつかないんですよね。なのでこの形に満足して、こちらは持久戦を目指していく格好になります。組んでいきますが、持久戦に組むときはこの銀を5一に引くのが、ポイントになります。ゆっくり組んできた場合はこんな感じでダイヤモンドミノに組むんですね。で相手の穴熊ももちろん硬いんですけれども、この3八の銀が浮いてるっていうのが常に響いて、あの飛車交換になった時に銀を1枚パクッと取れれば、さすがにこの穴熊よりもダイヤモンドミノの方が優秀になってくるわけですね。まあ、こちらは十分な形になってきます。でここで、まあ、例えばこれも寄せようと思って頑張って銀を引いたりすると、まあ、2四飛車でね、まあ、例えば2飛車とかしてきたら、自然にこちらがね、駒がどんどんさばけていくような格好になります。この6一銀はやっぱりちょっと、浮き駒としてなかなか使いづらい格好になっていますね。で次に桂馬の活用なんかもあったりして、非常に厳しい格好です。なので、いきなり行くのはまずかったので、5、6飛車と浮いてね、飛車寄りに、歩突きを見せて、で、囲いも組み上がってここからの方針なんですけど、こちらは4四角3三桂と飛車交換に備えて、左下にいる駒をどんどん少なくしていくのが大事です。で相手が3八銀をくっつけようとしてきたタイミングで回旋する感じです。まあ、ここでね、4四角とじっと上がっておいて、ここに角が上がってきた場合は、この桂馬をね、跳ねた時に角がかなり狭くなるように差し回していく必要があるので、ここで6四歩と、ついてきました。ここで桂跳ねはね、ちょっと角が狭くなるのでやりづらい。この下の斜めのラインが空いたので、7四に角を打ちたいんですね。なので、角交換をね、無理やり強要していきます。同歩で角成同金 A74 角みたいな感じですね。紐をつけながら引くにはここしかないんですけれども、ここで5四飛車と取って同飛車同金で、この銀取りが残っていてこちらの方が優勢です。で6四歩ではなくて、6一銀としてきた場合は、3三桂と跳ねて十分になります。くっつけに行くような手は3六歩が成立しますね。はい、まあ、同歩でしたら飛車を1個寄ってこの2七の地点が受かりませんし、同飛車同飛車同歩でしたら次に2八飛車と打って両取りが決まります。でこちらこの時にね桂馬跳ねているので、飛車を打った時に取れる駒がすごい少ないですよね。まあ、こういう感じになった時に香車まで取れないみたいなケースもあるので、この格好はね4角3三桂の形はかなり優秀だと思っていただければと思います。3八銀が少しね、備えすぎだったっていう意味もあったので、まあ、この3八銀と上がらずに、まあ、このまま待機しておく、または4八の方に上がってきた場合どういう風に対応していくのかっていうのを見ていきましょう。まあ、ここで5四歩突く変化もあるんですけれども、見送って持久戦になったとしても別に悪くなるわけではないので、覚えることが多くなりますし、4五角と打った角が馬になれないでそのまま戦うみたいな変化もあって、慣れてる人じゃないと指しづらい意味もあるので見送ってもいいんじゃないかなと思います。端をついて銀を上がってで金上がりですね。でこの4八銀と上がった瞬間にこちら動きを見せるということで、どういう風に動きを見せていくか。はい、まずこの場合だと4八銀に対して2四飛車っていうのがいい手になりまして、でまあこのね2七の地点で受けるには金を上がるしかないんですが、ここで5四歩とついて同歩に角成り同桂と6一角とここに打つと金桂のね両取りになってるんですよ。これは1本決まってしまっています。なので手順中ね、この5四歩の突き返しに対してはもうこう5三銀と無視して出ていくしかないんですけれども、以下5五歩4四銀
で、ここで5四飛としておいて、銀が出てきた手に対しては、なんと同角という手が成立するんですね。これ同角と取ると、6九銀とか打たれてダメなので、で同飛車、同飛車、同角に、5二飛車と、打てば、まあ、一瞬ね、角損なんですけども、まあ、駒をこう、トリプル取りになっていて、この瞬間に取り返せると。では戻りまして、ここで単に銀を上がると、この6一角の割り角があるということで、あらかじめ飛車を浮いて、割り角の筋を防いでいきました。で、この場合どうするか。この場合は、5一銀ではなく、6四歩としましょう。これね、ちょっと理由を解説するんですけども、まあ、こう、相手から怖い筋としては、こう、2六飛車と回って、で、歩をついて、4八銀と上がる手なんですよね。これで4八銀と上がられて、こうくっつけられちゃうと良くないということなんで、ここで回戦していくんですけども、同歩で角成り、まあ例えば同、まあ、同金とかですかね。で、5四飛みたいな時に、相手から2二角が結構嫌なんですよね。ただこの場合だと、角合わせて大丈夫なんですよ。ですが、6四歩の代わりに5一銀引いてしまうと、角打って角合わせにこっちになられちゃってまずいんですよ。なので5一銀に変えて6四歩をおすすめします。ここで単に6二銀と上がってきたらどうするか。でこちらはやはり2四飛金上がりに対して5四歩とついていく感じになります。でこれね、金上がりじゃなくて歩をついて飛車先を受けてくるケースもあるんですけども、飛車の横利きで歩を受けているので、この飛車を圧迫していくのがいい指し手になります。なので3三銀と出ていきます。ここ守れて結構難しいんですけど、まあこういう感じで出ていって、で、これ、何もしない、例えば何もしないと、4五銀と出られて、で、こう銀やって、5を角みたいな感じで、こう、飛車が取られてしまうんですよね。なので、ここでは、まあ、2七金と頑張って守るしかないんですけども、で、5四歩同歩、4五銀と、無理やり大さばきに出れば、これはね、この2七金がかなりソップの形で飛車角さばけるので、これは勝ちやすいかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はこちらは角道を止めないタイプの小手番での、中飛車左穴熊やぶりを解説していきました。ではまとめに入っていきます。まっすぐ1一玉には、飛車寄って上がって5四で、金上がりには端歩をついておいて、そのまま穴熊に組ませると、金を上がってこの形を作りますね。で、6二銀には飛車寄って歩をつくと、飛車浮きには6四歩と待機して、で、銀上がりに同じく飛車寄って突き、で、避けた時に、2六歩の場合は銀で飛車を圧迫する手順ですね。7八金を上がって3八銀も上がる形では持久戦を目指すと。具体的には金を上がって、銀を引くという手順。金を寄せてきたらダイヤモンドミノに囲って、銀を引いたら飛車回ってから5四歩。飛車浮いてきたら4四角から3三桂を目指して、6四歩には5四歩。銀引きには桂を跳ねておいて、銀を上がってきたら3六歩で参っています。はい、ということで今日は、この辺で終わりにしたいと思います。最後になんですけど、結構ね、この研究動画、事前に研究したりとかして作るのにかなり実は手間がかかってて、もしね、この動画を見てくださった方、まあ、いいねとか高評価をしていただけると続編を作る時の励みになりますので、この動画がためになったなと思ったら、高評価を忘れずによろしくお願いします。では、この辺で、失礼します。バイバイ。